はい、皆さんこんにちは。ギタリストのサトシです。今日もよろしくお願いいたします。本日はですね、ギターの超初心者の方もそうなんですけども、長年ギターを弾いてるんですけども、初心者感が抜けない人たちの特徴の説明をさせていただきます。特徴と申し上げてもめちゃめちゃありますので、今回の動画1本だけでは全部お伝えきれません。今回は1つだけ解説させていただき、そしてそちらの改善法をお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。このチャンネルではギターの超初心者、初心者、そして中級者の方々に寄り添ったレッスン内容を配信しております。チャンネル登録まだの方は今からチャンネル登録してご覧になってください。よろしくお願いします。はい、では先ほど申し上げた通りに、超初心者の方とか、あとね、ギターが長年やってるんですけども、いつまでやっても初心者感が抜けない人たちの特徴としまして、めちゃめちゃ理由はあるんですけど、その中に一つだけ今回お伝えさせていただきます。そしてですね、評判が良ければ他の理由とかも動画にしてお伝えできたらいいかなと思ってます。では今回お伝えする内容は、運指ですね。ではなぜいつまで経っても初心者感が抜けない人たちの原因として運指を挙げられるかと申し上げますと、今から弾くフレーズ、ちょっと適当なフレーズを沈んだ音で弾くんですけども、例えばギターね、まあ5年以上弾いてる方々、まあ5年弾いたら、まあ超初心者ではないですね。5年以上弾いてる方々とか、まあ10年以上弾いてる方々で、このようなサウンドで演奏されてる方っていらっしゃいませんか？今からその悪いお手本を見せるんですけども、サウンドで判断してほしいので、ぜひですね、目をつぶって聞いてください。よろしくお願いします。では行きます。はい、どうでしたでしょうか。まあ、サウンドだけ聞いて判断していただく、まあ、明らかにいい演奏ではないと思いますね。個性があっていいじゃんっていう人もいるかもしれませんけども、僕はこれね、別に個性だとは思いませんね。ただミスしてるだけだと思います。もちろんね、さっき何回も申し上げている通りに、いつまで経っても初心者の人たちの中の理由として、まあ、いろんなものを挙げられますけども、今回はやっぱこれね、運指のことをね、説明させていただきたいと思います。まずですね、その、はっきり抑えられてないっていうことですね。まあ、原稿とかね、原因がいろいろあるかもしれませんけども、そもそもはっきり発音ができるように抑えられていない。今すごいシンプルなフレーズ弾いてますね。で、これって、まあ、ギター歴5年以上の方々なんですけども、ずーっと弾けますか？まあ、できればメトロノームとかに合わせて弾いていただきたいんですけども、早く弾けますかではなく、ずーっと弾けますか？例えば、1分ずつとか。いつまでも初心者感が抜けない人たちって、絶対、途中で絶対こういう風になるんですよ。途中でつまずくってことですね。でもちろんこのフレーズをね、別にゆっくりでもいいから1時間弾けっていうわけじゃないんですね。まあでもさすがに1分ぐらいはできた方がいいかなと僕は思っております。ではなんでね、この、まあ、1分も持たないのかっていう原因なんですけども、そもそも最初のフォーム、ご自身のね、手にあったフォームに多分なってないんですね。フィンガリングの方が、ちょっと画面に近づけましょう。例えば今回の内容で、僕の、体に合ったフィンガリング、この角度で皆さんに見ていただくと、まあこんな感じなんですけど、で僕は、皆さんが思ってる以上にちょっとね、指が短い人間なんですけども、じゃあ僕に合っていないフィンガリングにします。特に親指見てください。先ほどこんな感じでした。合ってない感じ。こんな感じですね。親指、めっちゃ出してます。そして、もう手のひらをね、ネックにベターっとくっつけちゃってますね。完全に。ちょっとつくぐらいならね、これぐらいならいいんですけど、こんな感じ。これが僕に合ってないと思います。でちょっと弾きますね。ごめんなさい、ちょっとね、わざとやってるようにも思われてましたけど、いきなり僕弾けなかったです。ちょっと結構やっぱ手の自由が効かないですね。うん、結構弾け、やっぱ弾けないですね。無理です、無理です。わざとやってるように見えますけど、本当に弾けないです。で、自分の合ってるような、フィンガリングでいきます。これ多分、まあ頑張れば30分ぐらいいけるんじゃないですかね。ですので、原因分かりましたね。まあ、大抵続かない人たちは、ご自身に合ったフィンガリングができていない。なので、続かないということになります。なので、ご自身に合ったフィンガリングを身につければいいだけですね。
で、まあ、これもね、先ほど申し上げた通り、まあ、手の形とか大きさが違いますので、人それぞれ違います。じゃあ、どうやったら自分に合ったフィンガリングが身につくのか。今ね、この動画では僕が一方的にお伝えするだけで、皆さんがどのようにやってるかわからないじゃないですか。でも、ご自身に合ったフィンガリングを身につけるやり方っていうのはあるんですよ。で、そちらのフレーズが、とりあえずこちらでございます。はい、3連符のフレーズですね。毎回言ってることでございますが、別にいきなり早くやる必要はないです。早く弾けたことに越したことはないんですけど、いきなり早く弾ける必要は全くございませんので、とりあえず焦らないでください。はい、いきなり弾くのはやめましょうね。とりあえずリズムを確認しましょうね。3連符ですね。これ3連符ですね。で、ここになおかつハンマリングプリングを入れていく。ですので、ピッキングは最初の2弦15フレットと、次の1弦12フレットだけですね。これだけでございます。こちらのフレーズをメトロノームをちゃんと使って、ご自身が早く弾けるようになってほしいんですね。メトロノームを使って早く弾けるようになってほしいっていうことですよ。で、その際に、例えば一瞬だけ弾けたから、じゃあテンポ、まあ、20ぐらい上げようかなとか、例えば100ぐらいから始まって、はい、できました。じゃあテンポ10上げます。110ですか。はい、できました。テンポ150です。これはやめましょう。まずテンポ100。で、結構ね、長くやっちゃっていいんですよ。で、やってるうちにね、結構やっぱこういう風にミスっちゃうんですね。ミスり始めたら、ご自身の体とちょっと話し合ってほしいんですね。必ずどこかですね、無駄な力が入っているところがあるんですよ。で、それを抜いていく作業をします。ご自身にとってどれだけ一番楽かっていうフィンガリングをしていただきます。見つけていただきます。で、いろいろ試していただいて、ご自身に一番合ったフィンガリングを見つけます。それで、長い時間できるようになったら初めてテンポを上げる。この練習法が一番いいと思います。ちなみに僕がこのポジションでやるフィンガリング、一番僕にとって楽なフィンガリングはこうですね。横から見るとこんな感じでございます。僕はローポジション、例えばこれ、まあ、この角度じゃ分かんないと思うんですけど、今5フレットですね。押さえるときって、結構この、人差し指の付け根に近いところですね。を結構このネックサイドにつけるんですね。これ人によってね、つける人つけない人いますけど、僕はつけちゃうんですよ。こんな感じですね。この、まあ、第二関節ぐらいですかね、付け根っていうよりは。こんな感じで。これ正面から見ることですよ。これが僕にとってすごい楽な、続けられるフィンガリングなんですけども、先ほど、出したフレーズで、まあ、E のマイナーペンタトニックなんですけども、12フレット、15フレット付近になると、僕はこのように離してしまいますね。これはちょっと僕には無理です。これが合ってる方もいるかもしれませんけど、僕には無理です。でも、なので、皆さん一応こっちも試してくださいね。こっちもこっちも。どっちが皆さんにとって楽にできるか。もちろんね、他の押さえ方もあると思いますね。たまたま僕はこれが合っているというだけでございます。で、親指もやはりそうですね。こういうがっしりは出さない。正面から見るとちょっとね、親指のつま先が見えてるぐらいですね。なので、真後ろではないんですね。僕の場合、疲れないポジションっていうのは、続くポジションっていうのが真後ろじゃないんですよ。ここなんですよ。このネックの上と真ん中の、まあ、中間ぐらいですね。これちょっとこの線が入ってるんで分かりやすいですね。まあ、これくらいなのが僕にとってベストかなと思います。結構ね、いろんな本とかで、ね、このクラシックスタイル、ロックスタイルって紹介されてるじゃないですか。どっちじゃなきゃいけないとかないですからね。別に僕みたいに真ん中にいいんで。で、僕、これで弾けてるわけじゃないですか。ということは、これでもう OK なんですよ。で、次にその親指の高さをね、説明しましたけど、あとはね、親指の、まあ、位置ですね。先ほど親指の高さの説明しましたけど、次に親指の位置ですね。ちょっとネックから外すと、まあ、こんな感じで押さえるわけじゃないですか。で、大抵の人たちがこうやって開いたフレーズっていうのはですね、人差し指と中指の間ぐらいにこうやって親指が来る。で、これこのままやると、こんな感じじゃないですか。で、ここから角度を見ると、まあ、こんな感じですね。人差し指、中指の間に親指ありますよね。まあ、大体これか、まあ、中指と、この、親指挟むような感じでございますね。で、僕も基本的にそうなんですけども、こっちのハイポジションに行くと、割と人差し指と親指っていう感じで挟んでます。ちょっとこれだと、この人差し指、中指ぐらいの間だと僕はちょっときついですね。多分続かないと思います。フレーズが、長く続かないと思います。で、もちろんその中指、と挟むのもちょっと無理ですね。なので僕の場合は
こうやってハイポジションだと人差し指と親指でこうやって挟むような感じでやっております。これが僕にとって、ね、長く、楽にできるスタイルです、ね。はい、ね、他の動画でも言ってる、まあ、言ってるとか言ったことはあると思うんですけども、やっぱこの YouTube でね、レッスン配信をさせていただいて、まあ、皆さんが僕の動画を見るわけじゃないですか。で、参考にしていただくのもすごい嬉しいし、ありがたいんですけども、まあ、いかんせんね、やっぱね、その、皆さんが一方的に見る、僕が一方的に伝えてるだけなので、今現在皆さんがどのようにね、やってるかっていうのは、もうどうしても見えないわけなんです。もう不可能に近いので、まあもう見るたびには、ね、実際にレッスンに来ていただくしかないんですけども、なのでその、まあちょっとね、遠い方とかもいらっしゃるんで、まあいろいろね、ちょっと無理があるかもしれませんけども、僕からアイデアはすごい提供させていただきます。で、他のね、人たちもすごいアイデアを提供してるので、それら全部をもう一通りもう試していただくしかないんですよ。その中で、ご自身に合ったものを見つけて、まあ選んでいただくか、そういうね、皆さんのやつのね、アイデアを見てるうちに、ご自身に合ったものがね、浮かんでくると思うんですよ。まあ、今回のフィンガリング、運指に限らず、いろんなこともそうなんですけども。なので、とりあえずもう一通り試していただくしかございません。私もね、できる限り、アイデアを提供させていただきますので、今後もね、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、では今日もありがとうございました。お疲れ様でございました。また次ね、ツンドがアップさせていただきます。ぜひ、チャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。